はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、水晶神言、こちらをねちょっと作ろうと思っておりまして、皆さん知ってますか？水晶神言、透明のね神言餅っていうのかな、なんですけど、今日はそれをね水晶神言風に作っていこうと思います。それでね、レシピが結構調べたら簡単っぽくて、水 250ml に対してアガーを 10g で砂糖を 10g ぐらいらしいんですよね。なんで今回は5リットル分作ろうと思っております。まあね、前回のあの寒天、ミルク寒天みたいなね、ちょっとね大量に作るとうまくいかない可能性があるんですけれども、今日もねチャレンジしていこうと思います。はい、ってことで今日も登場しましたずんどうちゃんでございます。ここにねまず水を5リッター入れていきます。そしたら次にお砂糖とアガーなんですけど、まずはね今回溶けやすいように普通の上白糖ではなくてグラニュー糖を使用いたします。でこれを 200g と、やっぱり毎回ねスイーツ作ってると思うんですけど、想像以上に砂糖多いよねとりあえずこれで200と、でここにアガーを 200g と、いってらっしゃい。混ぜた方がいいな。やっぱダマになるな。アガーってこんなダマになるんだ。で、水にね、使った瞬間、もうすぐダマになりますね、これ。本来ね、レシピでは、砂糖とアガーを先に混ぜてから一気に入れるらしいんですよ。だからね、今回今ダマになってるのは、僕がね、めんどくさがってたので、いけませんでした。こんなダマになるとは思わなかったよ。そしたらね、こちらのアガー入りの砂糖水に火をかけていきます。よっ。でこれ横にあるお鍋はね普通に今日の晩ご飯でございます。はい、そしたらねだいぶ今これ温まってきまして、アガーもねまあもともとすごい大きい玉とかあったんですけど、だいぶねちっちゃくなって溶け出したので、そろそろね加熱をストップしたいと思います。でちょっと容器に移したいんですけど、やっぱりねどうしても小さい玉があって透明度がね薄いので、一旦ねこちらのボウルに移し替えます。ちょっと、こし器がね、はまんなかったんで、一旦移しました。よいしょ。冷蔵庫に入れる前にね、粗熱を取りたいので、こっちに移して、もうこんなもんでいいかな、粗熱も。はい、ってことで、これをね、冷蔵庫に冷やして完成すればいいなと、願いを込めて冷やしていきます。ってことで、あれからね、一晩が経ちました。多分ね、固まってると思いますんで、ちょっとね、持ってきます。はい、よいしょ、はい、よいしょ。はい、ってことで、こんな感じでね、今、一応ね、完成はしてるんですよ。ただね、見て、柔らかすぎて、ひっくり返せんのって話。でね、一応、本当のこの桔梗信玄っていうもの、まあ、山梨で売ってるみたいなんですけど、30分ぐらいしかね、食材の寿命が持たないと。常温にいると。なんでね、ちょっと早く食べたり用意したいんですけど、やってみようか、これ。こう、はい。ちょっと先に言っときますけど、マジ失敗したらごめんなさい。これ座ってじゃ無理だ。いきますよ。いけるのかな？やばいな、これ。せーの。ほいっと。うわぁ。今のところね漏れてる感じはないんですけど、ごめん、頼む、うまくいってくれ。いきますよ、せーの、待って、え、持ち上がらない。よ、これねくっついてんだ。うまくいってる。これ、うげ、これ、見て、なにこれ。ということで今ね、こんな感じに綺麗に仕上がりました。本当のね、まあ桔梗信玄っていうのはもっと透明なんですよ。多分僕のね、このアガーの実力不足かなによってちょっとね、白いんですけど、いい感じにこれ仕上がっておりますってことでね、ちょっと寿命が短いものなんで早速食べちゃいたいと思います。いただきます。とりあえずそのまんまいきましょうか。これわ、すごい針、これ、これすっごい針、こんな感じなんだけど見えるかな、プルプルのトゥルトゥル、透明でございます。よし、いただきます。
うん、あー食感がなんかね面白い。ゼリーとも違うし、まあ全然お餅とも違うし、なんだろうな。でこの素材の香りが分かりやすい分ね、お水とかもミネラルウォーターとかいろいろ工夫すると全然味わいが違うと思います。うん、うまい。スルスル入る。今回ねこの黒蜜ときな粉も用意してあるんで、これちょっとかけちゃいましょうか。ザッと全体的にザッとかけちゃいましょうかね。これはいはいいいな。もう完全に和のスイーツの匂いがする。きな粉はね、砂糖今回入れておりません。ちょっと自家発見、食べられませんはダメですね。うわっ、これは絶対うまいやつですねこれ。いやあーうーまそうきな粉と黒蜜をあえまして、こんな感じでございます。うん、うまそう。よいしょ。うめえ、これこれめちゃめちゃうまい。うん、なんてお上品なんでしょう。うん、やっぱり味とか食感風味なんかは寒天に近いですけど、でもねまたそれとも違うんですよね。で今回250ml のお水に対してアガーをね一応 10g ずつ入れたんですよ。で本当のレシピはね 8g ずつなんですよね。実は多分大きい量だったんでダマになってね取り出しちゃう部分が絶対出てくるなと思ったんで多めには入れたんですけど、これ少ない量で作ったらもっと透明でなんかもっと柔らかいのができそうな気もします。うん、普通の量だったら全然これ作るのも簡単ですし、家庭のスイーツこれいいな。あ、これいい。うまい。いい。いい。あ、プルプル。あ、プルプルする。これいいなぁ。夏にいいですね。あ、これ最高にうめえや。これきな粉を抹茶パウダーとかにして砂糖とあえてねかけたりしても彩りもかなり綺麗になりますし、いろんななんかそういうアレンジが効きそう。もちろんあんこでも美味しいでしょうし。結構取ってるんですけど、さすがね5リッターあんま減らないでもちろんね今日もねしょっぱいもの役としてこちら中本さんのうま辛焼きそばだっけな、あのカップ麺のうま辛混ぜそばか、混ぜそばだったと思ううん、うん、今日もうまいな辛いうまいね。僕今回水道水で作ったんですけど、いわゆるねその軟水硬水のこの軟水テストが使ったらもっとね口触りがね柔らかくなると思います。これ作るのにアガーとお砂糖だけだからめっちゃこのスイーツ安く済みますねうん、プルプルだもんね、いつまでも。すごいこれ
すごくない？これこれだけでテンション上がっちゃいますもん。ちょっと嫁さんにも食べてもらおう。うん、水餅っていうかくず餅って。焼きそばの匂いがすごい。焼きそばの匂いはね、ごめんなさいね。はい、どうぞ手。はい、うん、これすごくない？うん、ズボン面白いな。ズボン嫁さんもグッドだそうです。うん、これ結構食べたつもりですけど、まだ半分ぐらい、これもしかして。あのね、こんだけ食べるとさすがにね、お腹とかいっぱいじゃなくて体が冷える。めっちゃ冷えてきた。うん、ダメだ、寒い、上着上着。あー、寒い寒い、パーカーがないと無理だ。寒いわ。なんか今日の撮影楽しいな。はい、混ぜそば完食でございます。よし、いいよ、おいしょ。うん、でもね、透明な部分はめちゃめちゃ透明。部分部分ではこう透明なのもありますね。多分ここが本当の多分透明さなんですけど、食感はそんな変わんない。本物食べに行きたいな。山梨か。うん、原材料はほぼ水でスルスル入るとはいえね、5キロはね意外にたまるね。うん、よっしゃ、はあ、ごちそうさまでした。はい、ということで今ね、桔梗信玄食べ終わりました。いやね、お手軽だし材料も少ないし何よりうまい。作り方もとても簡単なので、家庭で作るにはちょうどいいデザートかと思います。ぜひね、ご家庭でもすぐ試せますんで、気になる方は作ってみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。